はい、皆さんこんにちは。今回はね、昭和よっていうところさんとね、一緒に模擬レースみたいなのやってみようかなと思っております。まずね、昭和さん、これね、左のね、昭和46号さんのマシントップホースというですね、カーボンコバージョンをね入れて、オフロードの最新のエアレースコーナーをつけておりますね。はい、タイヤはね、ホットショット用のツインホイールということでね、レギュレーションはね、タミヤグランプリのクラシックバージョンレギュレーション、ほぼほぼですねやっております。私の方はね、2019年のタミヤグランプリクラシックバギークラスの優勝者そのままですね、タイヤそのままというかボディは買いますよね、はい、まあ、シャーシはそのままで、ボディをね、ブーメランからこのスーパーステイバー兄弟車のね、変えております。3分間の、レース形式で練習みたいなやつを、その後タトコをね、タトコをつけときますので、ゆっくり最後までご覧ください。スタート。
それではね、前回かな、前回のラジコンの動画で確か 2WD のね、フロントステアリングのね、使い方みたいな話したと思うんですけど、走り方ですね、というのをちょっとね、話しながら、ちょうど昭和46郎さんがね、横に立ってますんで、お教えしながらね、走っていきたいと思います。2WD と 4WD の違いなんか、やっぱりフロントタイヤをね、縦と横両方に使わないといけないということなんですね、まあ、タイヤっていうのは前方向横方向ねで、ひし形になってて、タイヤのグリップのね、両がそのひし形の大きさみたいな感じになってて、前の方に要するに駆動力にタイヤを使うと横のグリップが減ってしまうと、面積が同じですのでね、面積が増えることはありませんので、ただ面積が増える一つの要因として圧、もちろん地面に押さえつける圧力ですね、があります、ね、消しゴムでもそうなんですけども、まあ紙とかに押さえつけてやるとね、抵抗が増えますんで、そういうのでね、グリップ力を増やしてね、走ったりするんですけどもね、これアクセレーション聞こえてますかね、ちょっと大げさにやりますと車はブレーキするんですね、こんな感じですね、こんな感じで、フロントにねこうギュッてこう荷重をかけるとフロントに圧がかかりまして、そのきっかけで上がった後は今タイヤ大げさにやってるんですよね、こう TWD みたいなこう若干ギャッと半切りながらやったりとかね、ブレーキかけてから曲がったりとかね、しますけどね、こんな感じですね、大げさに荷重かけるとあんな感じでね、ギアがブレークしますんで、それを逃がすために、ジャグハンしたり、カウンターというかね、回したりします、ただね、カウンターはしてると、それは失速にありますんで、レースレベルでいうとね、走るよりかっこいいかもしれないですけどね、レースになるとね、こんな感じで、ゼロカウンターで走れる。というのが一番理想の 4WD の走りなんではないかと思います。こんな感じですね。これを私はリアタイヤスペーと判断して、使っております。人によってね、リアタイヤスペーってなんかリアをパワースライドさせると勘違いされてる方がおるんですけどね。リアタイヤスペーっていうのは、このまずね、フロントタイヤに依存しない前に出る車の曲がり方っていうのがリアタイヤステーだと思っております。今のところは特にそうですね。よく前に出ましたね。こんな感じでね、走ると、すごく速く走れて、しかも、私が走ってるからよくタイヤグリップしてますねって言われるんですね。これグリップしてないんですね。昭和46号さんがね、走ってたりと見てもらうとわかるんですけどね。すごくグリップが低いということですね。よく勘違いされるんですけど、多分この前に出る力が強く感じるからグリップしてるように感じる、フロントタイヤがアンダーが出てないからグリップしてるように感じるんだと思いますけどね、リアタイヤ、4本のタイヤ、おのおので見てもらえますとね、結構ねグリップしてる黒が分かりますからね、そういうのを見て、動画楽しんでいただけるとさらに一段階上のね楽しみ方ができるんじゃないかと思います。ではね、あと私の必殺技を説明なしで見せましょうかね。こういう感じになっているので車が一瞬止まってしまってますよね。はい、わかりましたかね。
内輪差と外輪差を利用して、円の半径を変えるというテクニックでした。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、オンロードを走る時にはね、動画後半で、走り方、私なりの走り方のレクチャーなどねさせていただこうかなと、時間余った場合でね思っておりますよね。ぜひ動画最後までご覧くださいということでね。では昭和46号さんに協力いただいて模擬レースで、昭和46号さんをいじめてみましたの動画でした。翔さんありがとうございましたそれではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、昭和46号全部漢字でですね、ラジコンとかで調べてもらうとね、検索してもらうと出てくると思いますので、翔さんのチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。